この国には自由がある。平和があり、豊かさがある。しかし、ほんの一握りの国民は、ある日突然、容赦なく国家によって切り捨てられる。抗いようのない、受け入れるしかない運命を国家によって突きつけられる。なってんのか。許してくれよ。何でも言うこと聞くから。許せない。俺殺したらお前無償金なんだぞ。俺はそんなとこに行かないんだ。新1年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。将来皆さんが立派な人になるように、これから先生と一緒にたくさんお勉強していきましょう。でもその前に、皆さんは大切なことを知っておかなければなりません。全国の新1年生のうち何人かは18歳から24歳までの間にお国のために死んでしまいます。それがどの子なのかは分かりません。もしかしたらこの中の誰かになるかもしれません。
でも怖がることはないのよ。死んでいく人はお国の役に立てるんです。とっても名誉なことなんです。わかりましたか？お返事は？はい、それじゃあこれから出席を取ります。お名前を呼ばれた人は大きな声でお返事してください。まだ6歳だった俺はその義務の意味をよく知らないまま受け入れた。そして去年無事何事もなくその義務期間を終えて25歳になった。俺は生き延び義務を課す側の一員になった。皆さんよくご存知の通り、国家繁栄維持法は平和な社会に暮らす国民に死の恐怖を植え付けることによって生命の価値を再認識させる、まさに我が国の根幹を支えている法律です。全ての国民は小学校入学時に予防接種を受けることが義務付けられています。この時注射される薬剤の約 0.1% に特殊なナノカプセルが混入してあり、1000人に1人の確率で注入されます。そして18歳から24歳までの間のあらかじめ設定された日時にカプセルは肺動脈内で自動的に破裂する。カプセルが誰に注入されたのかは知る由がない。もしかしたら自分が死ぬかもしれない。その危機感こそが生命の価値に対する意識を高めると同時に、国民の健全な国家意識、倫理観、生産意欲を向上させているのです。大丈夫ですか？事実この法律が施行されて以来、我が国の自殺者数、犯罪件数は大幅に減少しました。一方で低迷を続けていた出生率 GDP は飛躍的に向上しています。我が国が今日世界に冠たる国としてあるのも国家繁栄。間違ってる。こんな法律は間違ってる。僕の彼女はこの法律に命を奪われました。理不尽な死を国家に強制されました。あなたの彼女は国家の繁栄のために命を捧げたんです。冗談じゃない。この国はおかしいよ。狂ってるよ。みんなだってそう思ってんだろ。なあ、なんで誰も声を上げないんだよ。おい、な、君もそう思うだろ。なんだよ、おい、なんで。毎年一人はああいう大敗質を持った人間が紛れ込います。皆さんもくれぐれも言動には注意してください。続けましょう。体内にカプセルを抱えた若者には死亡予定日時の24時間前に死亡予告書が届けられます。通称生き紙と呼ばれているものです。これは
死亡予定者とその遺族が残された24時間を有意義に過ごすための国家の配慮です。この研修を終えると皆さんは各地域に散って死亡予告書を配達することになります。あなた方は国家によって選ばれたエリートです。名誉ある仕事であることを自覚し誇りを持って働いてください。それではここで我が国の繁栄の礎として亡くなった若者たちに黙祷を捧げたいと思います。黙祷。藤本君でしたね。はい。あの、彼はどうなるんでしょうか。思想犯は国家によって適正に処置されます。君は気にする必要はありません。この日を境に死の宣告が俺の仕事になった。国家の繁栄に必要不可欠な名誉ある誇り高き仕事。藤本君。課長、おはようございます。おはようございます。先月は65人ですか。ずいぶん少なかったんですね。これよろしくお願いします。今夜の配達です。確実にお願いしますよ。夜分申し訳ありません。田辺翼さんはご在宅でしょうか。まだ帰っておりませんが、何か。
死亡予告書をお届けに参りました。死亡予定者には交通、宿泊、飲食費の無料化など様々な特権が認められています。ご遺族に対しても国家繁栄維持法に基づく遺族年金が支払われます。しかしもし死亡予定者がやけを起こし犯罪行為などを働いた場合、ご遺族の年金の受給資格が失われ、その量刑に見合う賠償金を被害者に支払わなければ。知りません、そんなこと。田辺さん、息子じゃありません。どうぞお引き取りください。田辺さん、帰ってよ。帰ってって言ってるでしょ。うちは母一人子一人なんです。お願いだから、 お願いだからあの子を殺さないで。息子さんの死は我が国の繁栄の礎となります。ご冥福を心からお祈りいたします。早く出てって、早く出てってよ。田辺翼、死亡予定時刻まで残り23時間56分。この瞬間から一人の若者の最後の一日が始まる。そこに立って考えよう、そうさ、ミニミニ、その意味は。おい、ミスってんじゃねえよ。やる気あんのかよ、ちゃんと弾けよ。ちゃんと弾いてるけどな、俺。何その言い方、なんか文句あんの？いや、別に。あ、ちょ、すいません、休憩いいっすか？顔。顔だよ。どうにかなんねえの？そんな暗い顔で歌われたら客引きまくりだろうが。こんな感じ。お前はそうやってヘラヘラ笑ってりゃいいんだよ。なんでこんなやつと組まされたんだか。おはようございます。あ、おはようございます。辰彦、どうだ調子は？まあぼちぼち。田辺の方はどう思う？せっかく二人で売り出してるんだ、もうちょっと辛抱してくれな。あ、明日頼んだろ。はい。下のミュージックボムにはティーバーズの将来がかかってるんだ。はい。テレビの生放送ってやつは恐ろしい。うまくいけばお前たち一気にスターだが、下手すりゃ木っ端みじんだ。明日は辰彦を立てろ。お前は隣でヘラヘラしてりゃいい。ピンで全く売れなかったお前がここまで来れたのは辰彦のおかげなんだ。自分の立場ぐらい分かってますから。
れた。ある。秀和、お前将来何やりてんの？なんかやりたいことあんだろ、まだ若いんだから。いえ、別に。ぼやぼやしてたら俺みたいなしょぼい人生送ることになんぞ。ただいま。母ちゃん？おお！びっくりした。何やってんの、電気もつけないで。ああ、明日のテレビ楽しみにしとけよ。すぐブレイクしてこんな汚い感じ出てくからな。どうしたの？何？なんかあった？嘘でしょ。どうすることもできなかった。受け取るしか。いや、そんなこと言われてもさ。ごめんね。ありがとうございました。僕らの新曲道しるべでした。作詞作曲の森秀和、メインボーカル田辺翼でした。ありがとうございました。翼ちゃん、おいお前食いすぎだよ、なくなっちゃうだろう。なんでそういうことすんだいつも。まあ俺たちいつか本当にデビューできんのかな。先のこと考えたってしょうがねえだろ。ああ売れた。危ねえ危ねえ、こぼれるこぼれるよお前。やめろよ。ドームでさ、ライブなんかやったら最高だろう。5万人がさ、俺らだけを見ててさ。5万人なんで、うわーって地響きみたいな声浴びてさ。だよお前、そんな夢みたいなこと言ってんじゃねえよ。小松菜です。
カーバカ。今日は俺たちのために集まってくれてどうもありがとう。全部食いやがったもん。なんでチャーシューまで食うかな。お前昨日食っただろ。ああ、麺まで食ったじゃねえか。もうやる気出ねえ。すいません、ちょっといいですか。はい。オメガミュージックの佐竹と申します。マネージャーの堤です。マジでオメガミュージック、あなた方の評判伺ってますよ。もしよろしかったら一度事務所に来てもらえますか。ゆっくりお話したいと思いまして。マジっすか。喜んでいきますよ。なあ、わあ。いや、実はその来ていただきたいのは田辺さん一人だけなんですよ。俺だっけ。新人さんをいきなり特番に出すなんて初めてなんだよ。まあこれで一気に火がついてくれればいいけどね。いや、もう本当にお願いします。期待してるからね。頼むよ。いいっすね。頑張ります。じゃあまた後で。来月ミュージックボムに出ることになってさ。その打ち合わせよかったな。俺らマジでブレイクするかもしんない。そしたらお前のことも絶対引っ張ってやっからな。お前ピンで歌うんじゃなかったのかよ。偉そうなこと言って、結局あのボーカルのおまけじゃねえか。おまけだってプロになったんだよ。そんな汚え格好してくすぶってるよりマシだろ。何すんだよ。秀和出るぞ。
なんで俺なんだよ。私たちは国家繁栄時報によって命の大切さ、生きることの素晴らしさを日々学んでいます。よろしくお願いします。私は声を大にして言いたい。今こそ学校で家庭で国繁教育の徹底強化すべきじゃないでしょうか。藤本君。おはようございます。おはようございます。昨夜の配達問題なく済みましたか。はい。そうですか、結構です。君もだいぶ慣れてきたみたいだね。課長。ん？あの、何ですか？いいんでしょうか？いいとは？つまり何ですか？このまま慣れてしまっていいんでしょうか？もちろんです。君は立派に職務を果たしている。ただ何ですか。他にもできることがあると思うんです。死亡予定者が最後の一日を有意義に過ごせるような何かが。藤本君、それ以上は私たちの考えることじゃない。対象者への過度の干渉は重大なる規則違反です。下手をすると思想犯に問われる恐れもある。余計なことは考えないことです。いらっしゃいませ。ご予約は？お一人様ですか？ご案内いたします。高いもんからどんどん持ってきて。お客様、ご予算の方は？失礼しました。
くだよ。田辺のクソガキ何考えてんだよ。バカタレが。ビビって逃げ出したんじゃないですか。あ、大丈夫ですよ。いざとなれば俺一人でやりますから。遊んでんじゃねえんだよ。ダメです。あいつが行きそうなとこ片っ端から聞きましたけど、捕まりません。カップラーメンの方が全然うめえな。なんだよ、テレビ局にいたやつじゃねえか。すいません。ああ。どうした？お前の会社に電話したらここだって。なんだよ。急に会いたくなってさ。お前にちゃんと謝っておきたかったんだ。それにもう一回昔みたいにお前と歌いたくなってさ。わざわざそんな話しに来たのか。俺今晩生放送なんだろう。知ってたの？こんなとこ行っていいのかよ。ああ、もう行かないと。悪かったな、仕事中。気が向いたらさ、見てくんないかな。俺、頑張るからさ。すいません、寝坊しました。お前がもういいから早くスタンバイして早く。ふざけんな。すいません、お願いします。ビビって来ねえかと思った。ビビってるよ、すげえビビってるよ。すみません。いいですか。どうぞ。ビール。はいよ。本番15秒前。はい、よろしくお願いします。本番10秒前。はい。7。5。4。4。
さあ今夜のミュージックボンは多彩なゲストを迎えての生放送スペシャルです。歌とトークによる豪華絢爛な2時間をたっぷりとお届けしてまいります。それでは早速ゲストに登場していただきましょう。まずは新曲愛がミリオン目前スクエアパンツオーケストラ。いわくのオーバーサーティー、まずは R3OP。お待たせ。今夜はテレビ初登場T-Boys。8、7。 CM 明け MC 2ショットからやるよ。5秒前、4、3、はい、お願いします。2、1。さて次はなんと今夜がテレビ初登場だというお二人、ディーマーズです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。もしもし、ひでかずくん、おばさん、どうしたんすか。テレビ見てる。いや。どう、緊張してる。いや大丈夫ですね。見てやって。緊張してんじゃない。あの子の最後の晴れ姿だから。だいたいいつもそれで僕は勝つ入れるんですけど。最後の、ってことはお互いにフォローし合ってるって感じだね。意気が届いたの。もうすぐ妻さん、お願いだから見てやって。翼くんは路上で歌ってる時にスカウトされたんだっけ。はい。え、その時には一人で歌ってたの。いや、二人で歌ってます。なんか微妙な感じだったんだろ。いや、まあそうですね。今回の二人は合宿もされたとお聞きしたんですけれども。はい、2週間もみっちり合宿して、1週間ぐらい経ってからかな、夜に、もう疲れてて朝から晩までリハーサルやってたんで、もうくったくただったんですけど、でもう寝ちゃったんですよ僕。で寝てたらこう顔の目の前にものすごい気配を感じる。これが俺の最後か。こんなことで終わりか。お話は尽きないんですけれども、はい、そろそろお時間になりました。ありました。お二人スタンバイをお願いいたします。はい、お願いします。行きます。今回の曲も二人で合宿中に作ったそうなんですよ。熱いやり取りがあったんじゃないかな。それでは準備ができましたので歌っていただきましょう。 T-Birds で曲はミーニング。なんだおい、どう
うなってんだよ。俺が最後に歌いたいのはこの曲です。小松菜の道しるべ。私の誕生日がやってくるけど、ただろうそくは増える。右へ左へのしかかるもののバランスの中で心は揺れる。 CM 行けよ CM。 何と作るってんだよ。おいお前マネージャー呼べよマネージャー。はい。おい、早く CM 行けよ。何しろ。誰かにピストルを向けたりしてる。このままだ。スコット以外の照明全没で。上がりたい表彰台。何かが欲しくて、何かを目指して。誰もが現代に道しるべを探せる。生きるとは何なんだろうか。戦うことか、戦いを避けることか。正しさとは何なんだろうか。間違わぬことか、見失わぬことでしょうか。涙で枯れて、笑顔でシワが増えて、愛しき何かを背負い腰を丸くする。苦しいくらいに幸せでいたい。苦しいくらいに幸せにしたい。それでもそれすら忘れる。優しさとは何なんだろうか。許せることか、許さることでしょうか。愛するとは何なんだろうか。思いやるだけか、疑う心も隠すことでしょうか。私も道しるす。生きるとは何なんだろうか。戦うことか、守り続けることか。これから先歩む一歩が、死にゆく一歩でなく、生きゆく一歩であれ。これから先歌う言葉が
田辺翼は予定時刻ちょうどに死亡した。享年23歳。昨日もテレビの中で一人の若者がその短い人生を全うしました。私は彼が歌う姿に涙し、その美しい死を目の当たりにして改めて命の大切さを教えられました。これこそまさに国家繁栄維持法がもたらす希望の光です。ありがとうございます。博士さん、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 よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。課長、田辺翼の報告書です。この歌、問い合わせが殺到しているようですね。最初からこの歌で勝負していればもっと早く人気が出ていたんでしょうね。果たしてそうでしょうか。どういう意味ですか。おそらく彼は最後に歌ったあの瞬間、生まれて初めて全身全霊で生きようとした。この歌を輝かせたのは君が届けた生き神です。そんなふうに考えたくありません。それ以上口にしないことです。誰もが感動的な物語に飢えている。こうやって商売にして潤う人間がいる。結構なことじゃないですか。お母さん、ん？次はいつ旅行に行く？そうね、次はお正月かな。もっと早く行こうよ。待ちきれないよ。だとし、そんなわがまま言わないの。だってさ。ほら、危ないぞ。ちゃんと座ってろ。はーい。
あと10分だよ。国内じゃドナーの絶対数が不足していてね、まだいつあなたの順番が来るかわからないの。そうですか。気長に待つしかないわ。頑張ろうね、さくらちゃん。さくら。兄ちゃんどうしたの。まあ座って座って。はい、さとしくんね、あなたを引き取りたいっていやいや、ずいぶん待たしてまったけどな。やっとまともに稼げるようになったからさ。俺今もマンション探してっから楽しみにしとけよ。よかったわね、さくらちゃん。これからは兄弟二人力合わせて頑張るのよ。お兄ちゃん本当に大丈夫なの。何が。無理してるんじゃない。無理なんかしてねえって、ね、うちの会社すげえ儲かってるから俺結構給料いいんだよ。だからお前食わすぐらい全然余裕なんですよ。お兄ちゃんは昔から見えっ張りで嘘ばっかりつくんだもん。前だって大きな会社の営業マンとか言って本当は人騙して変な壺売りつけて警察に捕まったじゃないお前いつの話してんだよお前。だからちゃんと反省したんだ。そりゃお前園長先生言ってたけど成績いいらしいじゃん。大学にも進学できるっつってたよ。大学なんて無理よ。なことねえだろお前、俺と違って頭いいんだからさ。ガキだったら俺が何とでもしてやっからな。行け大学。ドナーさん見つかれば目だって見えるようになるんですさ。兄ちゃん、私このまま見えないままでもいい。何言ってんだよ。本当はね、見えるようになるのが少し怖いの。なんで。今まで小さい頃のかすかな記憶だけを頼りにいろんなものを自分勝手に想像してきたでしょ。お兄ちゃんの顔だって自分の顔だって想像するしかないし。だから現実と想像が違ってたらどうしようって。バカだねお前さ、そんなことで。まあ確かに鏡で自分の顔見たらちょっとショック受けるかもしんないけどな。私やっぱりそんなにブスお前嘘だよさくら、今ここにお前の姿が映ってる。お前は俺にてすっげえかわいい。俺ね、結構イケてんだよ。いつもね、鏡見て惚れ惚れしちゃう。また嘘ついてる。お前それどういう意味だよ、この野郎。おタバコダメ。いいじゃねえか、お前一本ぐらいよ。ダメ。はいはい。もう並木のところまで来た。うん。桜どう。いやまだ全然だな。今年の桜遅いかもしんねえな。そっか。ねえお兄ちゃん。うん。聞かせてよの話。あ、またお前何回同じ話させんだよ。いいでしょ、聞きたいの。しょうねえな。桜ってどんな花ですか。桜は薄いピンクの可愛い
小さな花です。春になるとその花が大きな木の枝に一斉に開花する。何千何万と大勢の人がその下に集まり、酒を飲んで大騒ぎする。さくら早く来いよ。その花を見てると辛いことも悲しいことも全部忘れられるからだ。さくらは人の出会いや別れをいつも見守ってくれる。みんなから愛されてきた花、みんなを幸せにしてくれる花、それが桜だ。そのみんなを幸せにしてくれるってとこ好き。全然ダメじゃないの。電話スタッフ足りてないんじゃないの。はい、そうかもしれません。かもしれませんってどういうことよ。あなた責任者でしょ。そんなこと自分で判断できないでどうするのよ。和子、みんな一生懸命やってくれてんだよ。もう一つ違う言い方できないのか。あと2日しかないの。今猛烈に追い込まないと厳しいのよ。あなただって分かってるでしょ。私は今夜の政見放送に勝負をかけるわ。みんなも最後までベストを尽くしてちょうだい。これでミーティング終わり。皆さんよろしくお願いします。頑張りましょう。お願いします。あなたテレビ局行く前にうちに寄って洋服着替えるから車出してちょうだい。引きこもりか。対象者への過度の干渉は重大なる規則違反です。あなたの死亡予告書です。死亡予定者には交通、宿泊、飲食費の無料化など様々な特権が認められています。ご遺族に対しても国家繁栄維持法に基づく遺族年金が支払われます。しかしもし死亡予定者がやけを起こし犯罪行為などを働いた場合
してある。あんたさ、俺を助けに来たの？殺しに来たの？マリさん！なんてこと。どうして、どうしてあなたに。あなたにお願いがあるの。明日応援演説してちょうだい。今回の選挙戦はとっても厳しいの。でももしあなたが国藩で死ぬことを有権者が知ったら。クソ、自分で何言ってんのか分かってた。あなた黙ってて、あなたこんなところに引きこもって生きてんのか死んでんのか分からない毎日だったのよ。これは千載一遇のチャンスなの。お願い、力を貸して。俺は一人で死ぬ。出てくれ。出てけよ。ほら出てけよ。早く出てけよ、出てけよ、出てけよ。お前もだよ、出てけよ。どうして俺を助けたりしたんだよ。直樹くん、直樹、直樹、お前なんてこと。絶対に落選できないの。和子、失礼します。お疲れ様です。問題なく済みましたか？ええ。何かあったんですか？いえ、別に。結構です。滝沢直樹の母親は現職の国会議員なんですね。保守派の筆頭格です。彼女はかつて思想犯でしてね。思想犯？獄中で転校したようです。何があったかは
分かりませんが。どうしてそのことを僕に。藤本君、今晩宿直でしたね。はい。これ明朝の分です。時間になったら直接向かってください。連日で大変でしょうが確実にお願いしますよ。わかりました。それではお先に。お客様のご利用になった有料サイトの料金まだ振り込まれてないんですけどね。いやいやいや、だから延滞料金を直ちに振り込んでいただかないとこちらとしても困るわけですよ。もしもし。いや事情は分かりますけども。ガタガタ言ってねえで、とっとと金払え。てめえ殺すぞ。明日までに振り込みなかったらマジでてめえんち回収部隊を送り込むからな。分かったな。サトシ、お前表まで声聞こえてたぞ。張り切ってんな。そうだ。ご苦労さん。お前だけボーナスつけといてやったからな。ありがとうございます。これでやっと部屋借りれるんで、今まで居候させてもらってすいませんでした。いいんだいいんだよ、これからも頼むぞ。はい、はい。息子と死に別れることは耐え難い苦しみです。しかし私も国家のために一生を捧げることを誓った人間です。この苦しみを乗り越える覚悟はできています。息子は私にこう言ってくれました。国家の繁栄のために喜んで命を捧げる。だから母さんも頑張って名誉ある死を遂げる。息子を誇りに思い、ここで改めて国民の皆様にお約束します。私はこの美しい国を守るために命を懸けて戦います。そろそろ開けてくれないか。確かに俺はダメな男だ。議員秘書といえば聞こえはいいが、要は女房に食わせてもらってるだけだ。それでもな、俺はお前の父親なんだよ。直樹、和子、さっきお前のために流した涙、あれは本物だ。あいつにもまだ母親の心が残ってた。開けてくれないか。
前が開けないならこっちから開けるぞ。こんなことじゃお母さんの立場がないでしょ。僕頑張るから。お母さんのために僕頑張る。お母さんのためじゃないのよ。あなたにはお国のために役に立つ人間になってもらいたいのよ。こんな成績じゃあなた国会議員の息子なのよ。恥ずかしいって思わないの？あなたには何も期待しない。あなたは初めから存在しなかったんだって思うようにする。もしもし。石井です。どうかしたんですか？滝沢直樹が警官から拳銃を奪って逃走したそうです。え？逆恨みで君に危険が及ぶ可能性がないわけではない。念のために注意してください。僕は何をすれば？何もする必要ありません。警察に任せておけばいい。刑事さん。はい。明日の選挙戦が終わるまでこれは妻には伏せさせてください。お願いします。変な影響を与えたくないんです。確かに。はい、じゃあね、これが鍵。はい、今書類作るから。よいしょと。それにしてもお客さんの注文難しくてさ。今日は何日だ？あんないい場所なかなかないんだからね。さて、犯行を知ってと。
飯塚さん、飯塚聡さん。サービスセンターです。あの、不在証が。お名前を教えていただけますか。飯塚聡様。間違いありません。確かに死亡予告証が発行されております。直ちに再配達に伺わせますので、どちらかご希望の配達場所がありましたらおっしゃってください。もしもし、飯塚聡様。ちゃん、喧嘩したの？してないよ。返してもらっただけ。本当に？本当だって。さくら、兄ちゃん、お前のこと絶対守ってやるからな。ずっとずっと守ってやるからな。うん。
嘘つきだ。事情は分かりました。現行の臓器移植法では移植待ちする患者さんの順番を抜いて特定の人に角膜移植するということは原則としてはできません。だからそこを何とかしてくれよ。たった一人の妹なんだよ。ですから原則としてと申し上げました。は？国家繁栄維持法には特例としてその権利が認められています。じゃあ俺の角膜は？そうか。すぐにでも桜ちゃんに入院してもらってください。わかりました。先生ありがとう。先生このことは妹には内緒にしててほしいんですけど、あいつ俺が死ぬってしたら手術どころじゃなくなると思うから。じゃあ今明星総合病院にいるんですね。わかりました。おぉちょっと、あと1時間ほどで着けると思います。検査の結果問題ありませんでした。さくらちゃん、ドナーが見つかってよかったわね。はい。じゃあ手術は明日の11時です。夜の9時以降は水以外口にしないように。はい。お兄ちゃんはいいの。ああそうだ。それじゃ。ああまだ信じられない。あまり突然のことだったから。よかったな。なんかドキドキする。大丈夫かな。お前ほんと心配性だな。ねえ、手術の後もずっとそばにいてくれる？足りねえだろお前。どうせならお兄ちゃんの顔が一番最初に見たいもん。惚れ惚れするようなイケメンなんでしょ。おお前楽しみにしとけよ。ああ腹減った。なんか食い物買ってくるわ。うん。飯塚聡さんですね。国安サービスセンターから連絡を受けまして。死亡予告書をお届けに参りました。あなたの死亡予定時刻は明日の午前10時のところです。どういうことお兄ちゃん。兄ちゃんそこにいるんでしょ。息神が来たの。なわけねえだろ、人違いだよ。でもさっき飯塚聡って。いやいや同じ名前だけど字が違うし写真も別人だよね。ええ、ええ、これだからな、役所の人間は。あんた気をつけろよ。お兄ちゃんまた嘘ついてる。私にはわかるんだから。いや嘘なんかついてねえって。もしかして移植される角膜って。私そんなの嫌だからね。お兄ちゃんが死んじゃったら見えるようになっても意味ないじゃない。ちょっとあんたからも何か言ってくれよ。あのこちらの手違いでしたな。
お前の思い過ごしなの。死亡予定時刻明日の10時って言いましたよね。はい。じゃあ10時になってもお兄ちゃんが生きてたら手術受ける。その時間になってお兄ちゃんがいなくなってたら手術は受けない。その時は私も死ぬから。余計なことしやがって。なんてことだと思われ、わざわざ来やがった。俺は手術の1時間前に死ぬんだぞ。もう騙せねえだろ。飯塚さん、申し訳ありませんでした。せっかくうまくいってたのによ。なんで配達やなんかにぶっ壊されなきゃいけねえんだよ。滝沢君、滝沢直樹君。命は地球上で最も尊いものです。私たちはそのことを胸に刻みながら日々生活していかなければなりません。そのために私たちは国家繁栄維持法のもと若者たちに試練を与えています。友人、恋人、家族、そして自分自身がいつ死ぬかわからない。だからこそ常に私たちは命の尊さを認識することができるのです。その認識こそがこの国を支えているのです。ありがとうございます。そっちの様子はどうだ。人が多すぎて厄介ですね。とにかく発見次第確保できる体制を取れ。刑事さん、もし息子が現れたらほんのわずかでいい、逮捕する前に家族と話し合う時間をいただけませんか。拳銃を持ってるんですよ。奥さんが撃たれる可能性も。母親を撃つわけないでしょう。そう言い切れるんですか。すいません、すいません、お疲れ様です。すいません。了解。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私の息子はもうすぐ国家繁栄維持法によってこの世を去ります。しかし息子は泣き言一つ言いませんでした。むしろこの国の礎となることに喜びと誇りを感じています。息子の死を私は決して無駄にはいたしません。よし、ロック、ロック、待ってくれ、ロック。ロック、やっぱり来てくれたのね。皆さん、あそこに息子が応援に駆けつけてくれました。覚悟だ。待て、ほら、
私があなたを守ってあげる。山本さん島を受けさせない。直樹、私があなたのことを絶対守ってみせる。滝沢直樹は死亡予定時刻よりも1時間早い午後3時58分射殺された。享年20歳。あと1時間生きられたんだ。あと1時間。まだ方法があるんです。妹さんに手術を受けさせる方法です。どういうこと？進めるんです。この病院内全ての時間を1時間進めるんです。病院内の時間を1時間進めることができれば、午前10時を過ぎても実際はまだ9時過ぎということになります。飯塚さんは妹さんのそばにいることができます。彼女は目が見えません。耳から入る情報だけなら病院内の人の協力を得れば騙し通せます。そう簡単におっしゃいますか。職員はともかく患者さんはどうするんですか。私たちでお一人お一人説得してまいります。そこまでおっしゃるならどうでしょう院長先生、私からもぜひお願いいたします。後々厄介なことになるんじゃないですか。私が全ての責任を負います。あんた仕事戻んなくていいのかよ。ええ大丈夫です。悪いな配達屋にこんなことまでやらせて。いいんです、僕も何か役に立ちたいんで。さっきは悪かったな。
さくらさんに時間を尋ねられたら必ず1時間後の時刻を答えてください。お願いします。兄さんの最後の願いを叶えさせてください。ご協力お願いします。すみません、これよろしくお願いします。よろしくお願いします。うまくいくかな。何があっても最後まで嘘を突き通すんです。ちょっとあんたに頼んでおきたいことあるんだけど。なんだまだ眠そうだな。シャキッとしろシャキッと。はい、終わりましたよ。お疲れ様。今何時ですか？7時半よ。もうそんな時間。それじゃ3時間後に手術の準備を始めるからね。はい。テレビつけてもらってもいいですか？いや、お前こんな朝っぱらからね。すいません。今日は電気の点検のため昼まで映らないらしいよ。あ、そんな張り紙したった。はいはい。今何時ですか？もうさっき7時半って言ってたな。兄ちゃんは黙ってて。今何時ですか？7時33分になったとこだけど。売店7時からでしたよね。売店？1時じゃなかったかな。ちょっと行ってみますね。お前何をするの？俺買ってきてるって。ほっといて。さくらちゃん、さくらちゃん、さくらちゃん。あれで何お前まだ疑ってんの？いやー、しつこいね。売店って何かも。電池。電池。いや接触悪いだけじゃないか。ちょっと貸してみ。あら壊れちゃった。まあいいか、また私の会話。兄ちゃんまさか時間ごまかしてないよね。お前ほんと嫌な性格してんな。どうやったらそんなもんごまかせんだよ。いくら兄ちゃんとはいえどもできることとできねえことってのはあんだな。どこ行くんだよ。だから売店。さくら、さくら、ねえねえ、売店こっちだっけ？こっち売店じゃん。売店向こうじゃねえか。なあそっち食堂だと思うぞ。おいなあさくら。やっぱな。
結んだ。さくらさん、さくらさん、さとしさんがお呼びです。飯塚さん、じゃあそろそろ行きましょうか。はい、じゃあ行くね。ああ、行ってこい。お兄ちゃん、うん、どうした？ごめんね、疑ったりして。わかれんだよ、お前。じゃあ後でね。さくら。何？どうしたの？俺前に嘘ついてたわ。俺本当は大してイケメンじゃねえんだわ。悪かったな。なんだバカね、お兄ちゃん。頑張れよ、さくら。じゃあこちらもそろそろ準備しましょう。いろいろお世話になりました。飯塚聡さん、あなたの死は我が国の繁栄の礎となります。ご冥福を心からお祈りいたします。死にたくねえ。なんで俺殺されなきゃいけねえんだ。俺なんてまだ死にたくねえよ。
飯塚聡は予定時刻ちょうどに死亡。その直後に両角膜は摘出され、無事妹のさくらに移植された。藤本君、分かってますね。いいでしょう、藤本君。君の思想調査は以上です。君は私の警告を無視して重大なる規則違反を犯しました。1年間の給与カット、賞与の取り消し、研修の再受講、以上が君の犯した規則違反への懲罰だそうです。命拾いしたと思いなさい。課長の命令通り3時間に対しては黙っていました。しかし本心を言えば国家繁栄異常なんて。仕事ちょっとすいません。いやずいぶん探したよ君のこと。田辺のことは本当に残念だった。惜しい才能をなくした。そこでだ、彼の意思を継いでぜひ君にデビューしてもらいたいと思ってる。もちろん道しるべでね。お断りします。しかしね、君、あんたたちに聞かせる歌はありませんから。気持ちはわかるけど、私たちは帰ってくれ。行こう。
毎日若者が死に、新たな物語が生まれる。道しるべはいつしか人々から忘れ去られたが、田辺翼が曲に込めた思いはこれからもどこかの路上で歌い継がれるだろう。滝沢直樹が起こした事件は、当局の報道規制が入り、メディアに取り上げられることもなかった。滝沢和子は大差で落選した。もう私たちが夫婦でいる意味なんてないじゃない。意味はある。俺は次の区議会選挙に出る。君に手伝ってもらいたい。区議会の次は県議会、その次は国政。何年かかってもいい。俺はいつかあの法律をぶっ潰したい。そして飯塚さくらは、桜、嘘じゃなかっただろ。お前は最高に可愛い。ありがとう。
この国には自由がある、平和があり、豊かさがある。しかしほんの一握りの国民はある日突然容赦なく国家によって切り捨てられる。もう少しで私の誕生日がやってくるけど、ただろうそくは増える、右へ左へのしかかるもの、バランスの中で心は揺れる。争いは嫌いだが、心の中ではいつも誰かにピストル向けたりしてる。人を突き落としても上がりたい表彰台、何かが欲しくて何かを目指して、誰もが現代に満ちる上を探してる。生きるとは何なんだろうか、戦うことか戦いを避けることか、正しさとは何なんだろうか、間違えることか見失うことでしょうか。涙で枯れて笑顔で手話が増えて、愛しき人と何かを背負い腰を丸くする、苦しいくらいに幸せでいたい、ああ苦しいくらいに幸せにしたい、それでもそれさ忘れる時がある。優しさとは何なんだろうか、許せることか許さることでしょうか、愛するとは何なんだろうか、思いやるだけが疑う心を隠すことでしょうか。風にも負けるけれども、いつか私も道しるす。